はいどうも皆さんこんにちは。前回の続きで今回も JR 九州ウォーキングの、田川市に来ています。そして今白鳥神社なんですけど、今からいい金パレットというねところに行ってみたいと思います。だいたいこの靴履くと砂利が入り込むんですよね。今回のコースは参加者の皆さんとすれ違うことが結構多いですよね。それにしても今日は本当暑いですね。もう背中がいつも汗びっしょりになってちょっと気持ちが悪いですね。はい、中村商店に来ました。皆さんなんか買ってるなぁと思って手元見たらラムネをね、買ってるようでした。1本130円と安いですね。でもね、僕ちょっとポカリセット持ってるので今回はやめときました。でもやっぱりさっきのラムネ美味しそうやったなぁと思いながらちょっと後悔してますね。この辺ね、飲みたかったですねやっぱりね。今回一番の見どころ、いい金パレットにやってきました。嬉しいですね。ここにねずっと来たかったんですよね。ここはどうやら小学校かなんか廃校になったところをリノベーションした施設のようです。でもね実態がよくわかんないので、レストランなのかホテルなのか、なんか資格が取れる何なんでしょうね、ちょっとわかんないので中に入ってみたいと思います。
すごい考えてる。レコーディングスタジオにもなってますね。わ、すごい。どこでもドアがあります。これ絶対ね、くぐりたくなりますよね。うわ、ここもすごいですね。給食室のようですね。給食室を改良したカフェかな。なんかいい雰囲気出てますよね。あ、こんにちは。こちらのね、教室の中にも入ってみようかなと思ったけど、さすがに空いてませんでした。ね、ちょっと残念ですね。まあ、せっかくなので、どこでもドアにね、もう一回だけくぐってみたいと思います。ここは何でしょうね。なんかゆっくり休憩できそうな感じがしますね。YouTube 見ていますと声をかけていただきました。ありがとうございます。とっても嬉しかったです。二宮金次郎の像がめっちゃちっちゃくて可愛いですね。こんにちは。YouTube 楽しみにしてます。ありがとうございます。また声をかけていただきました。ありがとうございます。Thank you.
もうね、いい金パレットを見たら大満足してしまったので、もう早くね、田川ご当地商店街の方に行ってゴールしたいですね。でもしばらく長い道が続きましたね。雰囲気的に商店街が近そうな感じがしますね。ここはどうやら上本町商店街って読むみたいですね。何やらウォーキングの参加者以外も多い感じがするので、多分お祭りやってるんですかね。なんかそんな雰囲気がします。こちらのサンシャイン通りをぐるっと一周して駅に向かうとゴールのようですね。おお、やっぱりお祭りやってますね。ね、楽しみですね。皆さんワクワクしてますね。
やりました、無事にゴールしましたよ。じゃあ定番のデジタルスタンプをもらいます。はい、7個目ゲットです。暑くてたまんないのでハイボールを買います。あとフライドポテトね。うわあ、めちゃくちゃ美味しいですね。やっぱね、ゴール後のお酒はもう最高。はい、どうもありがとうございます。まあ当然1本じゃ足りないので生ビールにしました。結局ゴールしてから次の電車が来るまで1時間ぐらいあったので、ゆっくりお祭りを堪能しましたね。いろいろ楽しめたと思います。ではご視聴ありがとうございました。